しゃい。毎日暑いですね。いい風呂？それ言いに来たんかよ。大学4年生で、まあ、研究室に入ったんですけど、まあ、その研究室入るまでは全然ずっともうダンスだけをしてたんですけど、まあ、その時初めて先生に、まあ、ダンスとテクノロジーを組み合わせて、なんかせっかくなんだからやったらいいんじゃないのって言われて、光るダンスを作ってみようっていうところが、まあ、スタートでした。神戸駅のところですごい夜景見たりとか綺麗けど、もうそのまま三宮にも行けるんですよ。神戸その山とか海が一体化してるっていうのがなかなかないんじゃないかなと思いました。やっぱりその夜景とちょっとセットになってるっていうイメージがあって、なかなかそういうライトアップと夜景っていうのをなんか同時に見れるっていうのはなかったので、すごいなんか新しい見え方だなと思いました。提灯みたいな、まあ、ああいった光って全部多分普通の LED に変えちゃうと、良さは多分出ないのかなと思ってます。大丸のあたりとか、ここは本当にその昔のデザインが残って、そこにライトアップしてて一番かっこいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。そうですね、今よく LDH の EXILE さんとか の事務所でサムライズっていう、まあ、光るダンサーっていうよう なんかパフォーマンスを作ってるんですけど、最初本当に全くできるかどうかもわからないぐらいで始めたんですけど、最初まあ10人のダンサーのパフォーマンスを作ったんですけど、やっぱりそれが4万人とかのドームでうわーっていう歓声を聞いた時に、もうすごいなんかこうすごいアドレナリンが出たというか、すごいちょっと感動したっていうのがあって、まあ、なんかそこでなんかもっとすごいものを見せたいなっていうのが、やっぱりその気、そういう気持ちになりました。もう次はなんか本当に街とかでできるんじゃないかなっていうふうには、まあ自分の中では思ってて、だからそのコートタワーがあって、観覧車がある、それを全部まあ連動したいなっていうのはすごい思ってて、まあ、船も光らせて全ての、まあ、インスタレーションと一体化したいなっていうふうに、まあ、自分だったらそういうふうに見てしまうんですけど、本当に街全体と、あとその人を実際動かしてて、みんなが、まあ、なんか夜景じゃないですけど上から見たら、もうすごいすごい演出ができてるものを作ってみたいなとは思ってます。